中国気象台網によると、新疆ウイグル自治区では今年最強の寒波が発生しました。アルタイ地区の東部では、最低気温が30度以上下がり、フーユン県の日最低気温は 45.1 度下がり、マイナス 52.3 度に達し、1960年の記録であるマイナス 51.5 度を更新しました。この間、北境の北部平原地帯では、最低気温がマイナス39度、アルタイ地区の山岳地帯ではマイナス52度、北境の他の平原地帯ではマイナス32度、山岳地帯ではマイナス35度に下がりました。連続する豪雪の影響を受け、多くの地域で雪崩が発生し、多数の車両が大雪に埋もれ、数千人の観光客が足止めされました。中国交通運輸部によると、雪崩の影響を受け、甘粛省と新疆で、合計54箇所の道路が閉鎖され、71箇所の料金所が閉鎖され、通行再開の時期は未定とのことです。寒波のほか、新疆地区では砂嵐と強風の悪天候も発生しました。ネットユーザーが投稿した動画によると、巨大な旋風が砂塵を巻き上げ、天と地をつなぐような光景が形成され、空は赤銅色に染まり、視界は20メートルしかないことが分かりました。同時に、新疆の一部地域では14級の強風が発生し、多数の車両が強風で損傷し、窓ガラスが割れました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Gongjingwo.